お金をちょうだい。あなたの暮らしに響かない程度のお金でいいわ。そのて行けるわ。一人だって生きて行けるわ。別れる前にお金をちょうだい。その方があなただってさっぱりするでしょう。幸せだったあの頃あの日、昔のあなたは貧乏でお金なんかなかったけれど、日のことは感謝こそすれ、恨む気持ちなんかないのよ。別れる前にお金をちょうだい。